はい、それでは行きましょうか。睡眠専門医の渥美と言います。よろしくお願いします。僕らがね、重症の睡眠時無呼吸症候群の患者さんに必ず CPAP で治療しなさいと言うんですよ。理由っていうのは当たり前やんって思ってるかもしれないけど、ちゃんとした理由があるんです。ほっといてもどうということがないんだったら、なんぼ重症の睡眠時無呼吸症候群があったとしても別に問題ないじゃないですか。ほっといたらどうなるのかなっていうのを患者さんを相手に研究した人がいるんですよ。1988年にカナダの研究者のヒーっていう人がいてて、その人が重症の睡眠時無呼吸患者さんを2つのグループに分けて、1つのグループは CPAP で治療して、もう1つのグループは、まあ、何年と放置してたっていう、そういう研究があるんです。すごい結果になりましてね。放置したグループの人たちっていうのはどん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 死んでいくんですよ。死んで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 いって、9年経つと4割の人が命を落としたっていう、そういうデータがあります。主な死因っていうのが心臓の血管が詰まる心筋梗塞と、脳の血管が詰まる脳梗塞と、脳の血管が破れる脳出血です。で、9年で4割も死んでしまったものやから、これ以上続けられへんっていうのは、そんな結果になりました。で、この研究のすごいところっていうのは、治療群っていうのを設定したところで、 CPAP で治療してると放置してたら9年で4割も死んでたのが1人も死ななかったっていう結果になって、なのでここで2つのことが分かったわけです。ほっといたら睡眠時無呼吸症候群の患者さんは9年で4割も死ぬ、すごい危険な病気だっていうことがこの時に分かった。もう一つは CPAP 治療っていうのをすると9年で4割も死んでしまってたのが全然しないようになった。それぐらい治療効果が強い治療だということが分かった。なのでずっとここから睡眠時無呼吸症候群の患者さんに対しての治療効果っていうのも決まってるんです。ある程度重症だったら絶対放置してはいけない、それが一つ目。治療するんだったらいろんな治療方法はあるけれど絶対 CPAP っていうふうにも決まってます。これが今でも変わらなくって、なので重症の睡眠時無呼吸症候群の患者さんには僕ら今でも放置したらあかんよ、 CPAP で治療しないといけないよっていうふうにお勧めしてるっていうことになります。今回のお話は重症の睡眠時無呼吸症候群放置するな、 CPAP で治療しろでした。ご清聴ありがとうございました。